のくさんこんにちは。確かに法人口座非常に作りにくくなっております。私もね、自分の会社を経営してもう15年ぐらいになるんですね。で、法人もたくさん作ってきました。最初の頃は法人の口座作りにくさって感じなかったばかりか、たまたまね、田舎道に行って、あ、銀行口座いるなと思ったら、その足でね、近くの JA か農協かなんかで作れた覚えがあります。で、法人にします？個人にします？って聞かれたんで、あ、個人でお願いしますみたいな感じで個人口座作ったんですけども、それこそね、その頃っていうのは、通帳いくらでも作れるし、銀行口座いくらでも作れるしって感じで、特に何かね、ストレスを感じたことはなかったんですよ。本当にすぐできましたからね。でもね、ここ 2,3 年法人口座作ろうと思うとものすごく面倒ですよね。で、私は法人の経営の実績もあるし、顧問の方を通じて銀行の方を紹介してもらったりしてるんですけども、それでもね、新規の銀行口座ってめちゃくちゃ作りにくいんですよ。実績があって、取引の履歴もあって、事業の実態がある、そういったね、私みたいな代表取締役が新規の会社の新規の口座を作ろうと思うと、会社の取引実績を出してくださいっていうふうに言われるんですよ。いや、でもこれから作る会社なんで取引実績ないですよと。それは帳簿を架空で作れってことなんですかって聞くと、そうではないって言うんですけどね。結局作れないっていう回答だと思うんですよね、これでは。いろいろと考えた結果、ネット銀行もね、いろいろと審査落ちしまして、で、ゆうちょ銀行に行ってみたんですよ。そうすると、ね、ゆうちょ銀行はすんなり作れました。ただ扱う金額の上限が決まっているんで、そこだけポイントかなと思いますね。いくらなのか忘れましたけど、1500万だったかな。そんな感じでね、私今のところはゆうちょ銀行で法人口座を作ることが一番手っ取り早いのかなと思いますんで、そちらをお勧めしますかね。で、楽天銀行も多分ね、作りやすいんじゃないかなと思います。私ちょっと試してないんですけども、みんなの銀行とかっていうのはね、のくさんご存知ですかね。これは法人口座とかないのかもしれませんけども、ぜひね、スマホアプリでみんなの銀行作ってみてください。この動画を見ていらっしゃる方もみんなの銀行とりあえず作ってください。作るとアカウントを入力する場面に来ますから、そこでは私の紹介コードを使ってください。そうするとあなたに1000円入ります。当然私にも1000円入ります。というところで、これをステップにして、今度はね、アプリを取得して紹介コードから入力が完了して1000円入ると、今度はご自身のね、紹介コードが作られますので、その紹介コードを持っていろんな方にみんなの銀行っていうアプリいいみたいだよっていうふうに紹介すると、みんなに1000円入るという形になります。最大で30万稼げるそうですからね。多分こういうふうに難しい手続きじゃなくて、すぐにその日から銀行口座がアプリでできるみたいな、そんなデジタルバンクっていうサービスに移行されていくんじゃないかなという気がしますね。ちなみにこのね、みんなの銀行っていうところ、割と誰でも通ります。誰でも作れます。そしてこのみんなの銀行からいろんな銀行への紐付けっていうのもできますんで、非常に楽です。で、ここで貯まったお金っていうのはセブンイレブンで引き出しも可能なんで、むちゃくちゃ簡単です。いいことづくめの新しい銀行の概念、デジタルバンク、経費がほとんどおそらくかかってないんでしょうね。多分金利のこともいい感じになるんじゃないかなと期待しております。サービス5月に始まったばかりですから、ぜひね、ご参入ください。一応動画概要欄にいろいろ貼っておきます。それではのくさん、また情報の提供のお願いします。